おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ人間はね、外見ではないよと、中身だよとよく言われますけども、まあ中身に自信がない私はですね、少しでも外見からでもなんとか整えようかなと思っております。そうなんですよ、人間は外見じゃなくて中身だよって言われるとちょっと安心するところあるんですけども、いやいや待てよって、そんなことを言えるのは中身が相当イケメンな人だけじゃないかなと思うんですけども、皆さんどう考えでしょうか。さあコロナウイルスね、もうアメリカも警戒レベルを最大にして、そして国によってはですね、国家存亡の危機だというふうにして完全排除している国もあるわけですね。そしてロシアも強硬な姿勢をとっております。こういうふうにね、世界中で中国に対してかなりですね、NG というね形が取られている中で、日本はまだ柔和なんですよね。その理由の一つに、まあなんでね、日本は中国からの渡航者とかをシャットアウトしないのっていう風なね、そんな疑問があると思うんですけども、ここでね、国賓という言葉が出てくるんですよ。日本が中国人をシャットアウトっていう風なね、他の国と同じような姿勢を取るとどういうことが起きるかっていうと、国賓待遇で迎えようとしている習近平国家主席を、まあ、イジェクトすることになるんですよね。そうなると、またね、まあ、安倍さんは外交力ではね、やっぱり随一ですからね、もうあらゆる国と仲良くしてますからね、だから中国を今更排除できないっていうね、かなり苦しいところなんじゃないかなと思いますし、中国支援団体や企業とかの、まあ、要請もあったりとかするのかなと思いますしね、実際、確かに中国から来る人、あまり喜ばしくない時期かもしれませんけども、なかなか決断に、難しいところではないかなと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。本当に中国から来る人をシャットアウトするべきだったのかなというところもありますよね。もちろん、入国を NG だよって言った時点でもう、もうすでにね、もう1ヶ月以上ですか、日本に入ってきてらっしゃる方もいるんで、なかなかね、そこで防げたのかなっていうところもあります。で、反面ですね、日本で、この新型コロナウイルスに対するワクチンが、なんかできそうだよということもあってですね、さすが日本の製薬会社はね、研究開発が早いなというところもあります。もしかしてね、あの例のヤマトの海苔、これを使ったんではないかなと思いますけども、そうではないようですね。さあ、いろいろと申し上げましたけども、新型コロナウイルスに対して、まあ政府が何をしてくれる、世の中がどうだとかいうのもあるんですけども、やっぱりね、肝心なのは個人個人で何をしてるかってことなんですよ。やっぱ普段意識してなかった手洗いをね、もう普段の10倍ぐらいしてるようなね、そういう風な神経の使い方でいいと思いますし、肝心なのは今まさにね、私は東京とか大阪が特に危険だなと思うんですよ。やっぱり玄関口にもなってますしね、そういう風に外国人の方が多いだろうなとかね、人が多いだろうなってところにお住まいの方、ちょっとね、今すぐできることってのは少ないと思うんですけども、そういう意味でもね、危機を感じたらすぐに引っ越しできるような機動力を持つためにも、まあ、お金というかね、ビジネスを所有することが、まあ、必須な世の中になってきたんではないかなと思うんですよ。グローバリズムっていうのは便利なように見えますけども、やっぱりね、多くの情報や物や人が自分のそばに来やすくなってるってことなんですよ。だからパンデミックって起きるんですよね。こういうふうに、国から国への交易が盛んになって人の行き来があるから、一箇所で流行ったものが全世界に流行るみたいな、今回みたいなことが起きちゃいますよね。そういう時に流行ってない地区とか大丈夫な地区に、まあ、天災にしても自然災害にしても同じなんですけども、もう一旦ね、避難するような足を持ってないといけないんですよね。そのためにも自分が世界中のどこに行っても所得を得れるようにビジネスを所有するっていう概念が必要になってきます。まあ最高なのはね、投資ってものは扱えることなんですけども、はっきり言って投資は本当に難しいんで、ビジネスうまくいかなくなった人がね、投資に逃げてくるのはあんまり私はお勧めしないかなと思います。それこそ FX から始めていただければいいんですけども、投資の分かんない方っていうのはね、 FX を通り越してまた別のね、もっと難しいやつを簡単だと思ってやってしまうところに、まあ選択の悲しさがあるのかなと思っております。さあ本日はですね、以上なんですけども、上海の方からの映像が寄せられました。上海の方でも人っ子一人いないような街の様子とかね、普段の繁華街にもう人が半減しているとか、そういうことが見られると、あの上海がこれかよって感じですよね。当然、世界中でも同じような地区ってのはこれからどんどん見られますし、肝心なのは日本ですよね。前回も動画で挙げましたけども、日本の、港区六本木ヒルズ周辺、こういうところがね、今人で溢れ返ってると思いますけども、ここに人っ子一人いないような、そういうふうな光景がね、私たちは目に浮かばないと思うんですよ。でもそれはですね、1ヶ月前の武漢でも同じだったでしょう。1ヶ月前の武漢、ものすごい人の賑わいがありました。でも今は人っ子一人いないんですよ。本当にね、戦争でも起きたかのように人がいなくなりました。いや、怖いなと思いますけどもね、1ヶ月でこういうふうに街って変わるんだなと。
武漢っていうのはね、年末のフェスティバルがあったばかりでものすごく人が多くて賑わってたんですけどね、今は本当にゴーストタウンのようです。さあ、そちらの方の動画説明欄につけておきますので、武漢の今という形でね、ご覧になっていただければと思います。かなり再生回数も上がってますんで、皆さんも一度ご覧ください。それでは行ってらっしゃい。